え、じゃあもうくれよぐらいな。かわいい。それでは店長、はい、今日はですね、はい、私この商品がちょっと気になってるので。マジっすか。こちらのシューズについて紹介していただきたいと思います。かしこまりました。はい、じゃあそれじゃあいきますよ。はい、確認しております。おぬきりなの、はい、MS 東京にカットイン。はい、ありがとうございます。じゃあもう早速、はい、今日はお願いします。気になってるってことでね、はい、まあ、真ん中にありますしね。そうですね、ど真ん中、どセンターで、うん、まあでもこのシューズはですね、まず画像で選手が、はい、ある選手が履いて、はい、で発売前にですね、まあ、履いてるこれ何なのこのシューズみたいなとこから、はいはいはい、まあ、話題がスタートして、で発売するのか、もしくはその選手のシグネチャーなのかとか、はいはい、いろいろ噂だけが先行したシューズなんですけども、うん、まあ、名前がですねちょっと難しいです。コズミックユニティという、はい、コズミックユニティ、はい、なんかもう技名みたいな、なんか出そうな出そうですね、はい、名前なんですけど、すごい、まあこのシューズがですね、はい、まああの選手と さっきのレブロンと同じチームの、はい、レブロン・ジェームスと同じチームのアンソニー・デイビスという選手が、まあ、当時履いてですねメディアに登場して話題になったというエピソードがありまして、でこの靴ですね、はい、まあナイキに関わらずですね、世界中が今、世界中ちょっと、まあ、取り組んでいる問題を、はい、まあ、体現したシューズといいますか、SDGs あれがね、まあ、今世界中でね、はい、こう持続可能なとか、はいはいはい、まあ、サスティナビリティとも言いますね、うん、ではそういったものを今回バスケットシューズでも、はい、まあ、取り入れようということで、コンセプトがそういうものになってるんですよ今回。そうなんですね。なので、はい、実はですねこのシューズこんなにガチガチな、ちょっと持ってもらうと分かるんですけど、はいはい、ガチガチに補強して結構サポート強いシューズなんですけど、そうですね、実はゴミからできてます。ゴミ、はい、このシューズこんなかっこよく綺麗にやり、こんなカラーもありつつ、ゴミゴミなんです。これゴミシューズじゃないですがあのゴミから再生素材を使って、作り上げたシューズなんですよ。そうなんですね、はい、でちょっと、まあ、一旦僕こんな白々しいですけど、はい、クイズ出しちゃおうかなっていう。え、何ですか。せっかくなんでちょっと回数も重ねてきて、はいはいはい、慣れてきちゃったんで、はい、クイズ出していいですか。はい、お願いします。このシューズの重量のだいたい何パーセントぐらいがその再生素材でしょうかという問題なんです。ちょっと難しいですかね。重量に比較してですね、シューズの重さに対してパーセンテージが出てるんですけども、だいたいどれぐらいだと思います。だいたいですか、はい、学校の先生みたいな質問すいませんね、なんか50%。おー、もう半分がこの、はい、ここの硬い部分が、おー、なるほど、はい、かなと思ったんで、はい、半分が、あ、もう靴の半分ほぼ形成してますもんね、ここがね、はい、ここがゴミからできてるのか、はい、なるほど、こいつ自体が、はい、もうこの素材のみゴミパーツと、はい、なるほど、すいません難しい問題ですね、はい、これはね一応ですね、はい、もうその半分なんですよ。25% が大体 20% か 25% 重量の、はい、まあビビたるもんとは言えばビビたるもんなんですけども、うん、はい、まあ、ナイキがそれに取り組んでいるということを、うん、まあ、ちょっと再現し体現したシューズであるので、うん、まあ、50% とか 80% とかやっちゃうと、はい、ほぼゴミじゃねえかってなっちゃうんで、そうですね、まあ、そうなるとお値段納得しない場合もあるんでまあそうならないギリギリのいいラインのパーセンテージだと僕は思ってます。確かにそうですね、 50% だと、でもほぼみたいな、ほぼえ、じゃあもうくれよぐらいなって思っちゃう。でもそういうことじゃないんですけど、はいはいはい、でもね 50% 以上になっちゃうと、うん、ちょっとメーカーさんとしてもゴミだらけになっちゃうと良くないということで、まあいいラインです、はい、っていうのがね今回のシューズのコンセプトなんですよ。そうなんですね。先ほど言ったこの、はい、素材も、はいはい、本当に再生素材から作って、ゴミから形成してるんです。すごい、全然そんなことないように見えます、ね、思えないですよ。特にこんなカラー出ちゃうと、はい、もう可愛いですね。女性なんか結構履きやすそうですよね、はい、こういうカラーね、なんかこのマークが
はい、SDGs って感じがします。まさにこれアースデーっていうね、地球の日みたいなことを記念して出てきたカラーリングなんですけども、そうなんですね。そうなんです。なのでそういう部分も記念日とかもそういうの合わせて、まあ、作ってあるんで、かわいい。そうなんです、まあ、そういったねナイキの取り組みで、珍しいのがシューズの箱を開けるとだいたい紙がこう包ま、紙に包まってて、こう開けるときにね、あの音ビシャービシャーみたいな開けて一個ずつこう出てくるみたいなのが、まあシューズの醍醐味だったりするんですけど、あれないっす。もうそこも切るっていうぐらい、何に、あ、もうドンドンって入ってます。もう箱開けると靴ドンって入ってるんで、家に置いてあってそのまま持ってきたぐらいの感じで出荷されてます。そうなんですね、はい、そこもこだわって、こだわってその無駄な資源というか、ゴミ、紙のゴミも出さないようにしようというのがコンセプトなので、社会的な、まあ、部分もナイキがこうバスケットにも取り入れたという、はいはい、まあ、エピソードが詰まったシューズなんですね。すごいですね、はい、まあ、機能としてもめちゃくちゃ本当に履きやすいです、うん、僕実際履いてますこれ。あ、そうなんですか、はい、普段使いですか。あ、本当にプレーでバスケットするときに普通に使ってます。はい、なんか普通にバッシュ普段使いするのも可愛いですけど、はい、やっぱなんか環境にいいっていうのもあるから普段使いしても絶対いいですね。そういう考えじゃないと、なんか案件なんですかこれ、なんか、ね、いや、もう単純に思いました。シンプルにいいなっていうね、はいはい、そうなんですよ、うん、これまあぜひ、ね、お店でもね体験してもらってね、はいはい、ぜひこの履き心地を、うん、もう体験してほしいと思います。ありがとうございます、はい、MS 東京にカットイン。それでは環境にいいシューズを紹介していただいて、はい、私も初入りでした、はい、ありがとうございます。では次回もお楽しみに、はい、ありがとうございました。